Okinawa 7 number 6 1 music 1 1 the great creator Mori Koda FM Good morning, Koza! 皆さんおはようございます。地域情報バラエティらしき番組 Good morning, Koza。略して GMK のお時間がやってまいりました。この時間の小一時間、小一時間かな今日は。皆さんのお相手をする、私、メインパーソナリティはそうです。あのミスタースティビーがお届けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてお隣はこの方です。おはようございます。おはようございます。はい、なんかヘッドホンが新しくなってますね。1個だからよ、1つだけね。1つだけソニーですよ、ソニー、うん、世界のソニー。普通こういうのってみんないっぺんに変えたりしないんですか？いっぺんにね、変えるはずなんだけどおあ、そうか、これか。これはじゃあソニーじゃないかな。これですね、パイオニアだね。え、すんごくもうあの新しすぎて誰も触らないというね。これはカタちゃんじゃないのかな。いや、やっぱりこれもカタちゃんだよね。ここの問題だもん ね。ヘッドホンじゃないもんね、うん。FM 小沢はですね、モニタリングはカタチャンネル、いわゆるこう片方の耳だけにこう音が入ってくるというね、うん、すごくこれはあれなんですよ、聴力をこう強化するためのこう放送なんですよね。あとはほら、外の音も聞こえるようにね。ああ、そういうことですよ、うん、ね、後付けですけども、そういうことですよね。そういうことです。そういうことにします。はい、そういうことにしますという今日のですね、ディレクションはこの方です。おはようございます。おはようございます。 FM 小沢のミクです。ミク、はい。ミクが好きな今日はあのネイビーブルーですね。そうですね、紺ですね。はい、もう紺とかグレーとか黒とかが多いという。そうですね、ね、多いですね。こう本当に今日のこうお天気のようにね、こう暗雲立ち込めるというか、うん、そういういでたちですけど、はい、心は晴れやかですか？そうですね、あ、心は晴れやかなのね。心は晴れやかで、うんうん、まあまあいいでしょうね。はい、ということで世の中はこう連休ですけど、うん、ミクはお休みあるんですか？変わらず土日いただきます。あ、なるほどね、はい。まあ、特に変わらず、はい、まあ、土日はこうあの FM の仕事はないけども、他のなんかお仕事してるってこともない？あー、今週はないんですけど。あ、じゃあ完全にオフじゃないですか。そうですね。お、じゃあこう、はい、世のこうゴールデンウィークにこうなんか雰囲気も味わえるわけですね。そうですね。どっかだけど、うん、イベント会場行かない？出たくない。一応こう、 あのこういう業界にいらっしゃる方は大体こう、はい、どこどこのこうイベントにこうちょっとこう顔を出しておこうかなっていうのもない？考えます。マジですか？いろんなほら、うん、バンドさんとかね、こうミュージシャンとか関わってるでしょ？そうですね。で、どこどこでやるよ、見に来てっていうのもないですか？普段のイベントの方がゆっくり見れるかなっていう。なるほどね。はい、まあまあ、あのこれ以上はこうね、あまり突っ込まないようにね、はい、したいと思いますので、まあゆっくりするなり、イベントを見るなり、ライブを鑑賞するなり、楽しんでいただければと思ってますけどね。はい、さてミク、今日は何月何日ですか？今日は5月の3日水曜日です。ウリヒャ、もう5月入って第1週ですよ。そして今日は何の日でしたっけ？憲法記念日ですね。はい、憲法記念日ってこうよく理解されてます？憲法を作った日、まあまあまあ、発布された日というかね、まあまあそういう感じですよね。この日本国憲法はこうね、こう世界にもこうね、あまり比類のないというか、うん、軍隊を放棄するというね、まあ第9条に示されるこうね、武力を持たずみたいなね、そんな感じでしたよね。うん、そうですね。ね、はい、しかしあの、まあ、矛盾するところにこう軍隊はあるというね。うん、まあそこでこう、うん、矛盾をこう解消するために憲法改正とかっていうんですけど、あのどうなんでしょうね。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。うん、もうだからこう今でもこうだから、これタガ外すともっと怖いんじゃねえのっていうふうに感じるんですけどね。うん、ミクどう感じますかね。いやー、難しいですよね。難しいね。はい、特に放送局に関わってるから。これ下手なこと言えねえぞみたいなね。まあ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 、それはそれでもね、構わないと思うんですけども、まあでもあの
折に触れね、やっぱりこの憲法記念日ということでございますんで、うん、ちょっとこうあの憲法っていうものがこうどういうものなのかとかね、うん、まあ、考えてみるいいきっかけになればね、こうただのこう連休だけじゃなくてね、まあ、だから改正するのはするでいいんですが、うんうんうん、じゃあちゃんと説明してるのかなと。そうなんですよね、うん、だからこの法律を作るこう衆議院とかはね、うん、あの大臣さえもわからないで答弁してるってこと多いですからね、うんうんうん、だから、うん、それほら、まあ、民主主義の基本って多数決なんですが、うん、はいはい、多数決を取る前に、うん、みんなで話をしていろんな意見を出して、はい、でそっからじゃあ、みんなが一番幸せになる意見ってなんだろうね、うん、って言って決議するのが本当のはずなのに、でみんなが意見を出すには、うんうん、じゃあこれってどんなんだろうっていう情報が必要なのに、はい、そこがそもそも足りないので開示されてないということだね、はい、こうまあまあよくあるパターンですね、日本は特にね、うんうん、アメリカ人の私が言うのもなんですけどね、そうそうそう、うん、まあまあ、でもあれですよ、こう民主主義っていうのはもうめんどくさいんですよ、うん、めんどくさいですね、いわゆるこう、うん、多数決には最終的になるんですけど、はいはいはい、マジョリティ側の意見だけじゃなくてマイノリティの意見もやっぱ汲み取って、はい、やっぱこう、ね、対話をこうねこう、うん、膨らませて、だからもうこの3年ですか、うん、まあ、子ども議会で、うん、僕はそこを徹底的に逆に勉強させてもらった、ね、だからね、子どもたちから学ぶんですよ、そうですね、だから大人は、はい、いやいやこう長いものには巻かれろとか、はい、お前空気読めよとかこういうのがあるでしょ、はい、世の中には、はい、社会全体にですよ、はい、議会だけじゃなくてですよ、でも子供たちっていやなんでこれ悪いでしょ、うん、ってシンプルに言えるじゃん、うん、正論をまっすぐ言えるというのが子供らの強さで、うん、いや本当ですよね、はい、下手するとね、うん、大人が正論を口にするとお前綺麗事ばっかり言いやがってみたいな感じに取られがちじゃないですか、はいはい、でも、うん、そうですね、でもやっぱり正論ってすごい大事だなと子供らを見てたら思いますね、そうですよね、うん、正論が通る世の中じゃないといけないと思いますよ、うん、はい、うん、そういうことですのでね、子供たちに習えと、そうですいうのがね、こう憲法記念日にしていただければね、うん、いいですよね、国会議員の皆さんもこう、はい、子ども議会をこう見学して、うん、本当にそうですね、憲法ってどうなのかっていうのを子ども議会のこう、ね、意見を集約していただければ、うん、素晴らしい、ね、まあ、本当に望むであれば、うん、その子どもたちに説明ができるような運営をしてほしいなと、だから、まあ、救助にしても自衛隊の問題にしても、うん、海外派兵にしても、うん、いやこれは憲法違反じゃないというのだったら、うん、まあ、中学生が聞いても、あ、確かにそうだよねっていうぐらいの説明をしてほしいなと思います。納得できるね、こう日本語のわーとかがーとかね、この接続詞をこう曖昧にしながら、うん、いやだからいいんだみたいなね、ではなく、うん、やっぱりそのまだね、そういう ある意味こう、うん、大人の社会に染まってない子どもたちが純粋に聞いて、はい、あ、そうだね、確かに、うんうん、その通りだと僕も思うよ、私も思うよというような説明をぜひできるような政治家になってほしいなと、うん、ミクはこの番組何、はい、すごいですね、すごいな、はい、もう定言いい加減のこと言いながらこんなことも言うな、はい、たまにはねいやだからこう振り幅が大きいわけよ、この番組は、年に数回ぐらいはもうね、だからこう聞いてる人は何って思うだろうなこの番組一体何なのさっていうね、もういい加減なこうね、適当なこと言ってると思ったらこう憲法の話とか、ね、議会の話とかね、いやいやそういう番組なんですよ皆さん、だから皆さんからのメッセージね、お待ちしてますね、はい、ということで今日のこう5月3日あね、FM 講座第1週、まあ、5月第1週の FM 講座のスタジオ前、国道330号線ね、いわゆるこう朝からこうワイドショーでも、ね、もう1ミリも動かないっていう渋滞のこうね、はい、でも今日結構車ある方じゃないですか、報道してるんですけど、まあまあいつもの通り、今2台ぐらいありますよ、今信号待ちはしてますよ2台してますか、330でね、うんうん、パーカベニーはいつもの通りこう1台も通らないというね人も通ってないというね、うん、いつもの風情がこれはね小座のいいとこですよ、うん、渋滞をこう逃れるために小座来た方がいいですよ、こう人混みを逃れるためならゆっくりできますから、はい、ねえということで、ね、そうですね、ついでに言えば、うん、ゴールデンウィーク僕のお店アイラも大抵暇なので、はい、ぜひ遊びに来てください、なるほどねさあこの気になるお天気はですね、だだ曇りでございます、うん、どんより曇ってますね、うん、でも雨は
上がったんですよ。今日だからね、朝バイクで来るかどうするかすごい悩む天気でしたね。うんうん、ね、昨日の午後ぐらいからね、こう雨がこう降り出して、うん、天気予報通りだな、ぴったり合ってるな。このまま梅雨入りするんですかね。いやいや、だからでも、あの、まあ、明日ぐらいまた晴れそうな感じですよ。だから今日曇りだけど明日また晴れ間ものぞいて、後半はなんとなくこう持ちこたえるようなお天気だと思いますけどね。あとはあの沖縄気象台の方をチェックしていただければと思ってますよ。ということで、この番組は皆さんからのメッセージもお待ちしてます。メッセージはこちらまで、 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、そしてツイキャス早くももう今日はねスタートしてますんでね、メンテナンス終わってこう速攻でこうツイキャスもスタートしてますんで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。まずは CM その1どうぞ。さあということで CM 明けでございますけどね、ツイキャスも来てますよ。コメント入ってますんで紹介しましょう。第1号ちゃんおかさんから来てますよ。スティービーさん、モーリーさん、ミーク、おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィーク中盤の名古屋は薄く雲がかかってますが晴れてますよ。いいですね。気温もいいぐらいなんでしょうね。うん、もう寒くもなく暑くもなくっていう感じなんでしょうね。レナちゃんから来てます。あ、久しぶりだな。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。函館やっと桜咲き始めたよましたよ。あ、いいね。そうなんですよ、こう北海道はゴールデンウィークがこう桜が見れるっていうね、とってもいいですよね。ゴールデンウィークですね。函館は渋滞で1時間かけながら職場着きました。あ、そうなの。うわ、仕事なの、レナさんは。レナさん間違ってなかったらこう、あれじゃなかった、ねえ、自分の子ジュニアがこう誕生してなかった、違うかな、他の番組で聞いたようなことがあるけどね。まあ、そういうのもあったらまたこう連絡してくださいね。お仕事頑張ってくださいね。そしてちゃんおかさん来てますよ。毛利さん散髪してすっきりしてますね。はい、すっきりしました。夏に向けて、うん、ねえ、うん、そういうことでございますよ。夏に向けてバッチリでございますんでね。お店はゴールデンウィーク閑散としてるということでございます、ね。はい、閑散とまで言ってないですけどね。いやいや、これぐらい言っとかないと、いやいや、もう俺じゃ行かないといけないなって思わないさ。そう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 、閑散としてるんですよ皆さん。もうね、6席しかないこう、お店が、うん、1席も埋まらないっていうことはもう大変でございますからね。うん、ぜひ皆さんこうイマージェンシーでございます。みんな沖縄にいないんですよね。ねえ、常連さんが、はい。
そうかさ、そういうことですよ。ぜひ遊びに来てくださいね。さあ、ね、今日ね、実はスキービーさんね、30分ぐらいにはね、ドローン しないといけないんですよ。ドローンってドローンじゃないですよ。あのドローンじゃなくて、空撮のドローンじゃなくて、ドローンしないといけないんですよ。あの忍者でいうところのドローンね、こうバックれないといけないんですよ。なのでね、こう前半もこうあのちょっとねバーッとしゃべくってこうね、あとあのモーリーにタッチしたいと思いますね。あのお酒のコーナーはね、後半たっぷりとねこうお話ししていただこうと思います。あ、ちゃんおかさん、アイラに行こう、換算いっぱいにしようね、ありがとうございますね。ぜひいっぱいにしていただければ、はい、満開の桜のようにね、お客さんこういていただければと思うんですけども、実はですね、第4回のコザ町ゼミがですね、もうあのチラシがこう先週ぐらいかな出来上がりました。先週持ってくるの忘れたんですけど、もうあの大体ね、こう近場の、まあ、あのリアルでこう電波でこうラジオで聞いてらっしゃる皆さんはですね、例えばこの地区、FM 講座地域だとこうあのもうね、琉球新報のこう、ね、営業所、そして沖縄タイムズの営業所の、ご好意によってですよ、ご好意によってこう一部地域こう、ね、配られてます。そしてね、沖縄市の広報誌、各自治会がですね、もう協力をしていただいて、折り込みでこうね、大体こう月始めぐらいもう届いてるとこが多いんですね。まあお金がないんで、みんなでお金出し合ってこうやってるもんです。補助金一切もらってないですからね、これね。それで、全部の自治会こう出せないんですよ。だからね、こうあの旧三郷地域、あの辺はね配ってないとこが多いかもしれないな。合わせもこう一部だけでどうなんだろうな、こうあの配られてないとこが多いと思いますけども、それ以外の方はね、あの Facebook とかね、あのブログでね、チェックしていただければと思ってますけども、今回のこう第4回の講座町ゼミ、全40講座でございまして、まあ、歩いていける距離っていうことで、本当はねアイラも参加してほしいんだけど、銀手街まではちょっと歩いていけないので、遠いですよ、うん、遠い。だからこう、うん、はしごできるような感覚っていうことで、この地域でございますね。で、これがですね、全40講座校あるんですよ。でね、女性の講師がね多いんですよ。40のうちの女性の講師ちょっと数えてみようね。1、2、3、4、5、6、7、こっちはどうなんだろうね。8、9、10、で11、12、13、14、15、16、17、18、19、20だね。半分ですよ。半分ですね。半分女性の講師なんですよ。すごいでしょ。はい。だからこう今までこのどこ商店街とか、例えば沖縄市のいろんな催し物とかですよ、大体おっさんですよ、うんうん、だよね、うん、おっさんばっかりです。銀天街のイベントもおっさん多くない？おっさんばっかりです。おっさんばっかりだよね。おっさんばっかり。まあでも銀天街は若い人とか女性もこうね、学生さんとかもこう割と多いイベントではあるんだけど、圧倒的におっさんなんですよ、うん、これ崩してるんですよ。もう半分です。 50% ですよ。すごいですよね。まあ、50% にね、こうちょっともっと上がるかもしれない。そういうのは、LGBT のオネカラーズがいるから。だから男性ではないよな。あ、そうだね。あの女性でもないだから、うん、それからすると比率は男性よりいいんだよ、うんうんうん、50% だから 49% だから向こうはね。だから男性は、いや、これはねすごいと思うよ。うーん、ねえ、本当に地域で作ってるっていう感じが、うん、本当地域でね、こうもうこれね補助金一切こう頼らないこうあのね、イベントなので、全部皆さんでね、こう各店舗5000円ずつこう出し合ってこのチラシを作ってますね。ぜひ皆さんね、こう参加していただきたいんですけど、先ほどこうあのね、朝の番組なんだった、マイオアシスに、コーナーで出ていたかまどおば、はい、かまどおばがね初めて参加するんですよ。はい、2コマ持ちます。これ行きたいんですよ、うん、これいいでしょ、はい、でね、かまどさんはいろんなほら認知症サポーターのこう、いろんなことをずっとやってられるでしょ。うん、でもう子供お腹にいる時から、うん、実のお母さんがこうすごい重度の認知症、認知症って言葉もない時代からですよ、うんうんうん、ということは公的なこう支援全くないわけですよ、うん、NPO なんて聞いたことないですよ当時はね、うん、
40年前、もうちょっと前なのかな、50年前って言ったかな。だからその時からずっともう携わってるんですよ。でこう自分が子育て終わってからもその認知症サポーターのねこうお手伝いとかこうお仕事をねこうあの活発にやってらっしゃる方でもプロですよ。でかまどさんね、御年いくつだと思う？いくつだと思う？本人自称85かな今。ああミクは？へえそれくらい。うん。多分ね数えで言ってないかな、うん、満83歳らしい、うんうんうん、83歳の方ですよ、うん、すっごい今でも勉強してるわけ。はい、もういつも笑ってますね。いつも笑ってて、うん、こう勉強するしいろんな活動するしボランティアあるし、うん、銀天街でもかまどバーってね、はい、バーもやったしね、やってますねすごい人でもあの脱帽ですよ、すごい本当にね、こうあの素晴らしい方で、今回だからこうね、ぜひかまどさんこれで講師やってくれということで、プログラム13番のですね、かまどおばあが教えます、初めての認知症講座。例えばこう自分の親御さんとかで今若年性認知症もありますから、これもしかして自分ちょっとおかしくないっていう、まあこういろんなあの初期のこんな症状があるよとかこういうのがあるよとかっていうで、かかった場合にじゃあどうしたらいいかとかっていうようなこう、まあ、あの認知症のこうあの進行を抑えるにはどうしたらいいかとかっていうのもやっぱりいろんなノウハウを持ってますので、うん、そういったものをこうあの教える講座だから、その、まあ、あと5年後10年後にはうちの両親どうなるんだろうとかね、自分どうなるんだろうとかっていう、うん、方はね、もうぜひね、あの人事じゃないですから、うん、必ずこう皆さん誰もがこうなりうるこうあの、まあ、病気でございますんで、うん、ぜひねこうあの参加していただければと思ってますよ。こう3回あるんですけど、バラかしてますあの、ね、5月15日月曜日が10時から11時、5月25日の木曜日が夕方6時から7時、そして最終日5月28日の日曜日が、お昼の12時から1時とね、もう平日の朝とかね、こう夕方とか、日曜日とかっていう感じでばらけてるんで、どっかにはね皆さんご参加できると思います。もちろん受講料なしでございますんでね、電話番号こうね、かまどさんのこうかまどフォンに番号が明記されているので、ぜひねこちらにこう連絡していただければと思ってますよ。そして14番、かまどおばあの認知症予防、ビーグで作る草編み講座っていうのもね、うん、こうありまして、まあ認知症の予防のためにこう手先をね、こう使うんですよ。動かす。で、これはね、うるま市のこうテルマがこう原産地有名なんですけど、ビーグ。ビーグって知ってる？イグサ。そうです、イグサです。ね、畳とかに使うこうイグサですけど、あれ匂いがね、香りがいいんですよね。うん、で、そのこうビーグを使う、ビーグってね、スーパーフードらしいですよ。食べれるんですか？食べれるんですよ。食べれるんですよ、ビーグって。だからね、前もね、ちらっと紹介したんですけど、今回町ゼミにも参加するサンシティにある日本そば手打ち、10割手打ちそばの。アンドっていうお店があるんですけど、うん、そこの、方の、ビーグタルトって作ってるんですよ。あで、ビーグとこうそば粉がね、相性がいいらしい。へービーグとそば粉をこうブレンドしてタルトを作ってるわけ。これがね、この間食べてうまかった。これ普通に買いに行けるんですか？うん、行ける行ける。テイクアウトも OK ですか？うん、もちろんもちろん。へえ、うん、ジャンボつくねってうまいよ。ジャンボつくね。うん、こんなでっかいハンバーグみたいなこうね、肉汁ジュージューしたね、うーん、真ん中にね生卵乗せて、はい、下にご飯、このつくねのね、もうタレがねむっちゃうまいわけよ。お腹空いてきますよこれね、まあまあちょっと脱線したんだけどこうね、安堵も素晴らしいですね。これもうこれね、そのビーグを使った手編み講座、これがこう認知症の予防にもつながるし、認知症がこう、いわゆる進まないことにもつながるらしいので、まあこれはこう自分もこう覚えながらこうやりましょうっていう講座がですね、
日付は同じです。1時間ずれであります。5月15日月曜日11時、その前はこう認知症講座やってますから続けての受講も OK です。1回限りはね、両方1回限りは大丈夫ですね。11時から12時、5月25日木曜日、夜7時から8時、5月28日日曜日1時から2時というね、連続でやってます。認知症講座、その後草編み体験講座ということでやってます。いずれもこうね、会場が沖縄市役所近くのゴーマハウスで行います。ようやくはですね、まあ、ネットで見るか、あるいはこうチラシなんですけど、まあ、今でもいいとこね、090-6772-5891、090-6772-5891ということで、よろしくお願いします。でね、今言ったこう安藤さん、安藤さんは何番だ、どれだったかな、あ、これだ、37番、受験生差のつく食事ということで、どんなのやるかというとね、受験生の食事で集中力が変わります。まあ食は本当に仕事でも何でもそうですから、健康もつく、体も作りますから。今注目の、塾弁などについて説明。塾弁ってあるんだね。ありますね。ねえ、空弁とかね、いろいろあるけどね、今こうあの飛行機の中で食べるのとかね、ありますけど、塾弁、塾に持っていくお弁当じゃないですか。ああ、だからそうなんだろうね。食事で差がつくなら、はい、もっと考え直したいと思うはずということで、うん、これね、うん、僕の奥さんほら前塾やってたじゃないですか、はい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 、で夏休みとかやっぱ講座があるんですよ、うん、その時に塾で、まあ、うん、お昼弁当持ってくるんですが、うん、例えばお母さんが作ってくれること、うん、それからコンビニで買ってる子って、はい、明らかにですよ、明らかに学力に差があるって言ってました。いや本当そうなんですよ、はい、だからこう食ってとっても大事なんですよ。これは分かんないですよ、因果関係は、うん、それだけお母さんが熱心なので、うん、子供も集中力を持ってできてるのかもしれないし、うん、今言ったみたいに純粋に食事が影響してるのかは分かんないけども、はい、ただそういうそれを比べたらもう本当になんとなくやっぱりこっちの方がではなくて、うん、明らかに差があるって言ってました。へえ、だからこうね、お弁当も一応こう、まあ、基本的には一応こうね、パートのおばちゃんとかが作ってはいるんですけど、はいはい、中身がね、うん、ちょっとこう冷凍のもの、揚げ物があったりとか、大体もう決まってくるさ、はい、こう市販の弁当って、うん、コンビニの弁当でもそうだけど、そうですね、でもそのこう、うちで作るのは素材からも全部自分で把握してやってます、ね、うん、もう もっと言えばいつもその、うん、まあ、どことは言わないけど、うん、M のマークのファーストフードを買ってる子とかはもう本当に落ち着きがないって言ってました。あれはね、やばいかもしれない。うん、だからこれはもう完全にそのもう研究したわけじゃないので、うん、因果関係までは分かんないですけども、はい、相関関係はあると。まあまあこれもね、もう今科学的にこういろんなデータが出てるんですけど、うん、白糖ですよ、こうお砂糖をこう過剰に摂取すると、はい、いろんなこう切れやすくなって事件を起こしやすいっていうデータが出てるらしい。だから今あのアメリカでですよ、こうジャンクフードのアメリカで、はい、学校にもコカ・コーラとかペプシコーラとかいっぱい自販機置いてるらしいね小学校とか。でそれを規制しようっていうのがね、ようやくアメリカで出てきてる。だからアメリカも遅いっすかな、うん、遅すぎるかもしれない。だってほら、まあ、よくアイラとかにたまに来るアメリカ人が言うには、うん、日本に来て一番びっくりしたのは、うん、甘くないお茶が売ってるって。あ、そうそうそう、甘くないお茶、うん、だから日本のお茶って甘くないじゃないですか、三品茶にしても何にしても砂糖入ってないでしょ。砂糖入ってないよ、ね、だから砂糖入ってない飲み物が自動販売機に売ってるっていうこと自体がもう驚きらしいですよ。ミーク、言っとくけど、アメリカ外国のグリーンティーもですよ、砂糖入ってる、ね、そうそう砂糖入ってる、グリーンティーじゃないんですよね。グリーンティーだけど砂糖入ってるらしいですよ。でもあっち行って飲んだ瞬間、うん、多分びっくりして、ブッて吹き出しますよね。日本料理屋さんで、もしかしてこれグリーンティーだよっつって、ああ、緑茶だっつって、ブッて吹き出すよ。まあ、うちの味は食堂でね、うんうん、飲んだら甘いっていうの慣れてるかもしれないけど。でもあれも最初びっくりしました。昔麦茶にもあったよな。麦茶に砂糖入ってました。あったね。今もやらないけど。だあれも、うん、やっぱりアメリカのそういう文化の流れなんでしょうね。うん、きっと。まあ、そういうことでね、今 FM 小座にもね、少し置きましたので、いろんなところでね置いてます、このチラシをゲットしていただいて、うん、Facebook、それからこう、なんだブログで、
もうこう紹介してますんで、コザ町ゼミという検索していただけるとこうすぐ出てくると思いますんで、うん、ぜひ見てください。さあそれからですねツイキャス来てますよ、はい、ちゃんおかさん、スティービーさん大丈夫です、ツイキャスカメラに映らないところでモーリーさんがスティービーさん風に変装すれば大丈夫かと、あ僕がいなくなったらということね、うん、レナさん、あ残念ながらこうねちょっとダメだったと、ごめんなさいね、僕その前ぐらいにこうモーリーの番組かな、こうあの夕方のね、でそれでああよかったねと思ったんですけど、まあまあでもこれね、もうこれからですからね、頑張っていただければと思ってますよ、ご縁があると思うんでね、記念しております。で恋するかっちゃんから来てますよ、またこれ誰のこう画像使ってるの、 AKB なの、スティービーさん、モーリーさん、ミークおはちーす、ゴールデンウィークは仕事です、仕事の人はこれツイキャスしないよでもね、あのかっちゃんありがとうね、いつもこう仕事中にね、せっせとコメント書いていただいてありがとうね、もうかっちゃんのこのコメントがねこの番組をこうね、そうそう持たせてますよ、支えてますよ、うんうん、ね、女子いないけど、あミークいた失礼いたしました、ミークいるからね、ミークにもコメント変えてよかっちゃん、他の女子のこうパーソナリティみたいにさね、うん、よろしくお願いしますさあということでここで CM その2ありますけども、入りますけども、後半ねスティービーさん これからドローンに乗ってドローンしますんで、うん、後半はモーリーの お酒のコーナーでお楽しみください、CM その2どうぞ。はい、じゃあこっからはね僕一人になりますけど、まあ、相変わらずね今回は早かったですね日曜日に電話がありました。はい、日曜日に電話があって、水曜日僕いなくなるのでよろしくお願いしますということで消えてしまいましたけど、まあ今ちょっと話をしてたんですが、はい、ゴールデンウィークね、うん、海外に行く方が多くて、だから一、はい、人で本当にツアーとかではなく、はい、暇さえあれば3日ぐらい空いたらベトナム行ったりタイ行ったりとかシンガポール行ったりとか、じゃあ全部自分でプランを立てて行くってことですか。しかもこの方曰く、はい、僕ほとんど英語喋れないのでっていう、はい、で一人で行くんですか。はいすごいでしょ、携帯があって Google 先生がいればなんとかなる、だから Google マップが見れて翻訳が使えれば、うん、あとはなんとかなると。だいたい海外はそのフリーシムで、1週間とか2週間のシムとかを買って、はい、それで使えるので問題ないと。フリーシム、うん、要するにその
SIM を入れると通話ができるようになるんですが、はい、それで例えば1週間限定とか、うんうん、まあ、2週間限定とかっていう風にして買うんですよ、はい、そしたらその間その国で、自由に通話ができるわけですね、データネットとか、うん、そういうのがあって、それが空港とかで1000円とかで売ってて、でそれを買えばその期間だったらもういくら使ってもそんなそのお金で済むっていうようなのが、うん、もう結構だ日本よりはるかに進んでたりするんですね、その辺の通信環境は。すごいですね、うん、まあだからそれがあればなんとかなるから、はい、全然問題ないよと。で、まあこの人の言葉ですよ、はい、今日本がなんかグローバルとか言って小学校から英語とか言ってるけど、はい、あんなの意味ないし、まず英語ほとんど通じないからって言ってました。英語通じないんですか？首都圏とか都市部とか、はい、そういうところとかちゃんとしたホテルとかやっぱり観光客が行くようなところはもちろん行けるんですが、その方はさっきも言ったように自分で、ちょっと安いホテルを取ってとか、 あるいは他の方が行かないような、まあ沖縄では那覇じゃなくてコザに来るとかいうようなことをやってるので、そういうところ行くとまあまあもうまず英語は通じないと。もうその国の言葉しか通じない、うん、はい、なので基本的に英語はいらないし、仮に通じても別に使えないしと。でもっと言えば、特にアジアはどこ行っても日本人いるから大丈夫って言ってました。へえ、はい、大体日本人宿みたいなところがあって、はい、日本人が経営してる宿が、まあ、大体どこにもあると。であとは今言ったようにその翻訳機を使えばと、あとはなんか気合って言ってました。伝えたいという気合があればなんとかな。すごい、ね、一番難しそうですけどね、うん、でこの前なんかで何事もなければ別にいいんだけど、はい、この前飲みすぎて、はい、どこって言ってたかな、タイって言ってたかな、飛行機乗り遅れて、うわ、もうね帰れないんじゃないかと思ったって言ってましたよ。それはでも、うん、だからハラハラする。もうまずその、飛行機に乗り遅れてしまって、で結局荷物だけ先にその飛行機に乗ってて、搭乗手続きまでは済んだんだけど空港で寝てしまってうんぬんかんぬんという説明をしつつ、はい、でなんとか次の飛行機の券を取れないかという話を、まあ、30分ぐらいかけて、はい、なんとか説明して、うんうん、でやっとその日の最終便か何かが運よくキャンセルが出て、で乗れたので帰ってこれたって言いました。あー、それはハラハラしますね、うん、まあそういうのもあるけどって、うんうん、ただこれ閉じればいいんですかねこれ。あ、はい、追加数ですね、はい、閉じてこれですか、はい、でメッセージが出てきたら OK でツイキャスも更新していきます。通知、はい、すいませんね、今ちょっとツイキャスの方の更新をしていて。はい、ありがとうございます。はい、でも海外といえば、ちなみに私今月ですね、はい、香港に初海外旅行で行くんですよ。おー、いいですね。どうですか香港って。僕は香港は行ったことなくて、実はこんな偉そうなこと言ってる割には、うん、韓国だけです。あ、そうなんですか。行ったことあるの。へー、実は。え、どうで、韓国はどんなところでしたか。韓国はね、どんなところというより僕先輩に連れて行かれて、うんうん、焼肉食いに行こうぜって言って韓国に連れて行かれたんですよ。だから本当に韓国に焼肉食って帰ってきただけって。え、でもじゃあ本場のを食べたってことですか。そうですね、あの銀の器で銀の箸でみたいな。銀の箸でしたけど銀の器ではなかったです。あ、ではないんですか。普通の陶器でしたけど。そうなんですね。じゃあそのバーに来る人の話をたくさん聞いて、うん、なんか海外の知識も多い。そうですね、面白いですね。やっぱり僕も行ったことないのにアイラ行ってきたとかって、うん、アイラ島にね、うちのお店の由来にもなっている、うんうん、アイラ島っていろんな意味で遠いんですよ。いろんな意味で距離的にも遠いんですが、まず向こうに行くにはイギリス、スコットランドに入らないといけないので、スコットランドの直行便もなかったはずなので、
まずはだからロンドンかどっか行って、でそっから国内便でスコットランドグラスコーカに行って、はい、でそっから港のあるアイラに出ている港のあるところまで電車で行って、はい、そっから船で行くんですよ、はい、遠すぎますね、はい、1日以上かかります、 かかります、3日ぐらいかかるって言ってました。3日、はい、でその船とか飛行機も、1日下手したら1便2便ぐらいしか出てなくて、だからまあ最低でも往復1週間以上は見ないと、無理ですって。だから2週間ぐらいないと全然あの楽しめないというか、その楽しむ遊ぶ時間がないって言ってましたよ。へえ、アイラってどんなところなんですか？どんな、まあこれももちろんデータでしか知らないんですが、はい、あの非常に厳しい自然環境のところらしいですね。厳しい自然環境、はい、その島なんですけど、だいたい大きさからしたら沖縄市と、浦添、宜野湾市、宜野湾浦添市を合わせたぐらいの面積で、だ日本では淡路島よりちょっと大きいかなぐらいで、それぐらいで、すごい海風が強くて、なので草木が育たない。で土も、はい、あの風で飛ばされてしまうので、そんなになくて30センチぐらいしか土がない、つまり農業がほとんどできないですよね、うん、そういうような自然環境のところでお酒を作ってるんですよ。人も暮らしてるんですか？人も暮らしてます。へえ、はい、で特にあのアイラのお酒の特徴は、はい、海岸線沿いにある、蒸留所が多くて、はい、でボーモア蒸留所とかになると、うん、あのわざと密閉してないんですね、その酒を貯蔵してる貯蔵庫だから潮風が中に入ってくるんですよ、はい、で樽、特に風の強い日とかはその樽に海水がかかるんですね、はい、そういう風に作ってます、はい。あ、もうそれでじゃあ一個一個味も違うし、そういうことですね。その自然環境の中で作るからこそあの味が出るということですね。へえ、うん、じゃあモーリーさんはそういうところにすごいなって思ってお店の名前にしたんですか？それもあるし、なんだろうな、はい、あのこのその前に、まあ村上春樹さんのエッセイがあって、はい、うんうん、それでそのか村上春樹がアイラ島に旅行したよ、そういう、まあ、エッセイ集みたいのがあるんですよ、本が。それを読んだ時にその島の人たちの生き方というか、はい、非常にこうプライドと誇りを持ってその厳しい自然環境の中で生きていて、で、本と、まあ、スコットランド、つまりイギリス本島まで橋を架けようと思えば架けられるんですけど、うん、そんなに離れてないので、はい、1キロ離れてるかどうかぐらいなので、ただ島の人たちが断ってるそうです、はい、うん、嫌だと、もう来るなと、そういうことですねそういうのが流れてくるのが嫌だと。で自分たちは自分たち独自の文化伝統をやっぱり受け継いでいくんだと、で守っていくしっていう、はい、でそこでなんかその村上春樹さんがやっぱりまあアイラだからアイラのウイスキーを皆さん飲んでるんですけど、はい、もうたまには、はい、スコットランドのウイスキーとかこう飲んだりしないんですかって言った時に、お前日本だろうと、日本にはじゃあ和牛、神戸牛があるだろうと、はい、じゃあ目の前にすごい美味しい神戸牛があるのに、うん、わざわざ輸入牛食うかって言われたらしいですそれぐらいだから自分らのウイスキーのことをまあ誇りに思ってるんでしょうね。わあ、かっこいいですね。まあそういう、そういうのと、あとはアイラウイスキーって非常に特徴的で煙臭さとかがあって飲みにくいんですけども、うん、どれぐらいかな、1980年頃にちょっとウイスキーがブームになった時に、はい、他のところはみんなこう飲みやすくしたりとか、うんうん、女性でも飲めるようにしたりとかいろいろそういう工夫してきたんだけど、アイラだけは一切そんなことしなかったんですね。うん、もう買えない、買えない。でおかげでそういう風にある意味すり寄ったところはちょっと潰れていったところも多いんですけど、今おかげでそのアイラウイスキーが
まあ、ちょっとだけ有名になったというのと、それからあの有名なブレンドウイスキー、例えばシーバスとかジョニーウォーカーだとか、いろいろカティサークだとかオールドパーだとか、そういうのがあるんですが、そういうブレンドウイスキーには必ずアイラのウイスキーが使われてるんですよ。へー、うん、だから単体だと非常に癖が強く個性的なんですが、はい、やはりその癖が強く個性的なのがちょっと入ることによって全体が引き締まるという、まあまるでこれも人間社会みたいだなと思って、うーん、そういうのとかが好きで、あとはやっぱりアイラという響きもちょっと女性的でいいかなと思ったね。あ、女性的、はい、そうなんですね。でも本当になんかすんなりと聞ける単語というか、なんか親しみやすい言葉ですよね。あの、あ行の言葉っていうのは実は女性には非常に響きがいいんです。はい、だからそうなんですね。あの、まあ、ママとかもそうだし、はい、あ、そういう あ行の言葉っていうのは結構その使いやすく響きがいいので、あ、だからなんですか、柔らかく聞こえるんですね。へ、なので非常に女性的なんです。ああ、そうなんですね。そしたらそろそろ今日のお酒をもう聞きたいんですけれども、忘れるところでした今日のお酒はね、 もっと聞きたいんですけど、はい、残念ながらアイラではないんですが、うん、はい、ハイランド の、 あのグレンモーレンジ、これ前もね2度ぐらい紹介してるんですよ、はい、グレンモーレンジというところのお酒ですね、はい、でこのグレンモーレンジのデュタク、デュタク、デュタク、すごいちょっと言いにくいけど、デュタク、これね人の名前です。嘘、はい、本当ですか。しかもデュタクといういわゆるその、まあ、向こうでいう聖人、あの聖り清い人、聖人、そういう方がいて、はい、その方の名前を取ってるらしいんですけども、うん、これあのグレンモーレンジは通常のオリジナルとか前にその他のグレンモーレンジも紹介したんですけども、あのトゥサイルとか、ね、ネクタドールとか、うんうん、それと何が違うかといったら、これはなんかレジェンドコレクションといって、まあよくそういういわば限定品ですね。限定品、しかもこれはあの免税店のみの限定販売ということで出されている商品で、これはもう今実は第2弾まで出てるんですよ。あ、はい、これの、うん、そのさっき言ったレジェンドコレクションシリーズが第2弾まで出ていて、その第1弾です。で今から予告すれば第2弾は再来週持ってきます。おで、このもうね第1弾もこれ、2014年か、はい、もう一昨年になります。3年前、そうですね、なるので、うん、もうこれねほぼないです。もうじゃあ、うん、なんとか元から手に入りにくいのに、うん、よりなんとか探しました、どうせなら、まあ、最初に実はあの第2弾の方を見つけたんですが、はい、どうせなら最初のやつないかなと思ってこう、うん、なんとか探して、まあ、見つけてきたので、とりあえずこれから紹介しようかなと思ってるんですけども、はい、でこれ、まあ、特徴というかあのバーボン樽と樽がやっぱりね、最後に熟成させる樽が味を決めると言ってもいいんですね、ウイスキ ー。でその中であまり聞き慣れないかもしれないけど、ペトロヒネスシェリー、ペトロヒネスシェリー、うん、全然聞いたことないですよねあのかすりもしなかったですかすりもしないですよね、はい、ちなみにあのシェリー酒っていうのは、はい、あのスペイン地方、特にその中のアンダルシア地方のワインなんですけども、はい、はい、酒精強化ワインといってワインのアルコール度数をちょっと高めに、ワインはだいたい15度ぐらいなんですけど、このシェリー酒は30度とか40度ぐらい上げて、あの出している、まあ、ワインで、そのシェリー酒の中の一つで、はい、ペドロヒネスというシェリー酒があって、これは甘口のシェリー酒なんですね。でそのシェリー酒をつけてあった樽を空いたやつを、はい、再利用してそれに熟成させたやつと、あとあのバーボン樽、はい、これはもうバーボンを熟成させていた樽、うん、それから新樽、つまり何も他のウイスキーを熟成させずに新しく作った樽、うん、この3つ
つの樽でそれぞれ熟成させたやつをブレンドしてるんですね、はい、あじゃあちょっとずつそれぞれの良さを良さが、はい、へえ。で、まあ、ちょっとだけ僕もあの味見をしたんですが、はい、木の香りが好きな人は多分好きですね。へえ。非常にあの、極端な言い方をすると、はい、木を食ってるみたいなでも私もヒノキ風呂とか好きだったら、うん、はい、それが気になる人はちょっと苦手かもしれないです。あすごくあの、うん、木っぽい木っぽいお酒、うん、なので、で割とそのシェリー酒、甘口のシェリー酒を使っているので、はい、香りとか味わいも結構柔らかいというかマイルドというか甘口な感じではありますね。じゃあ女性も飲みやすい感じですか？多分ね、本当に女性向けだと思います。へえ。このもうね、モーレンジという会社そういういろんな新しいことをやってくるので、はい、結構僕がやられてるんですよね。ああ、もう面白いことばっかりやるから気になっちゃうみたいな感じですか？はい。で前、紹介したトゥサイルというやつは、はい、あのもう一度絶滅したと言われている麦を復活させて、うん、その復活した麦で作ってるとか、うん、この今言ったようにいろんな3種類ぐらいの、まあ、今そういうのをやってるところは 4つとか5つとかの樽を混ぜてるとかそういう実験的なことやってるところたくさんあるんですけど、うん、その中でもこのモーレンジはそういう革新的なことをやっていて、うん、だんだんこのお酒がうちのお店に増えてきている現状。そしてこの買ったはいいですが、はい、これ1リ輸入用なので、さっき言った免税店用なので、うんうん、1リットルボトルなんですよ。でっかいですよね。でっかいですよ、はい、どこに置こうかなってもう本当にね置く場所がないんですどうしようかなってちょっと悩んでるんですけど、ね、あもう欲に負けて揃えてしまったっていう感じですね。そう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 、買ったはいいけど置く場所ないぞこれっていうねまあじゃあもう飲みに来てもらうしかないですね、うん、そうですね、はい、ちなみにさっきあの人の名前ドゥタクっていうのが人の名前ってことだったんですけど、はい、これは作った人の名前なんですか？いやじゃないですね。なんかまあ、聖人、さっき言った聖人デュタクなんですけど、はい、なんかこれの、グレンモーレンジの、まあ、ホームタウンでいいのかな、このグレンモーレンジの蒸留所がある、はい、あのタインという町があるんですけども、はい、そこでいわゆる守護聖人、まあ、その町を守っているそういう精霊みたいな人と言われている方らしいです。へえ、うん、そうなんですか。じゃあそれをつけるってことは相当こう大切にというか、うん、まあ自信があるんでしょうね、うん、これをつけて当然当たり前ですけど本国でも売られてるので、うん、こういう名前をつけて全然ダメダメだったらねそれなりの自信を持ってると思います。ちなみにこれは今日から、はい、うん、じゃあ800円で出しましょう。800円でいいんですか？はい、1杯800円で、はい、今日からお出しします、はい、のでぜひねこのゴールデンウィーク、まあ先ほども言ったように多分うち暇なので、うん、ゆっくりいつもの常連さんが県外、はい、海外に行くと、うん、ゆっくり飲めると思いますからね、うん、ぜひ飲みに来てもらえたらいいかなと。最初に本当にストレートでちょっと味わってほしいお酒ですね。あ、そうなんですね、うん、はい。じゃあオープンは8時で。8時です。はい、銀天街のアイラにぜひ遊びに来てください。来てほしいですね。閉まるのは何時でしたっけ？ね、だいたい2時。だいたい2時。昨日ちなみに昨日は4時半でした。はい、サービスも。昨日本当にまあちょこちょこっと本当ポツポツポツという感じでお客さん来てて。はい。で大体1時半ぐらいに切れたんですね、1回。ああ、そうなんですね、うん、あもうあとちょっと片付けして、うん、2時には今日は帰れるかなと思ったら5分前ぐらいにお客さん入ってきて、はい、その方が3時過ぎまでいて、うん、その方と入れ替わるようにまた別の方が入ってきて結局4時過ぎたって。あ、だからそれで家帰ったの5時、寝たのが6時ぐらいで、そしてはい
そして朝のね、はい、8時にうちに今怪獣がいるので怪獣7時半ぐらいにそれ起こされてはい、前も連れてきてもらったんですけど、はい、可愛かったですね。なんか1時間半ぐらいしか寝てないかなっていう素晴らしいですね。帰ったらぜひお昼寝を、まあ、したい。イダも一緒にお昼寝してくれたらいいなぐらい。うーん、なかなか寝ないんですけどね。はあ、うん、コツはこれから今探してるところですか、寝かせるコツみたいな。赤ちゃんをね、あの僕と一緒じゃなければ寝ます。あはい、一緒じゃなければ寝てくれるんですね。一緒じゃなければ寝ます。あ、もう一緒にいたら遊びたくてしょうがない、ね、もう遊びたくてしょうがなくて限界まで頑張るんですで限界まで頑張るので、はい、疲れて眠いからだんだん機嫌悪くなるんですね、はい、ああ、でも遊びたいと、うん、でも遊びたいとあ、いやもう本当面白い。もう眠いんだったら寝りゃいいのにって思うんですけど、まあ遊びたくて、多分ね寝るという感覚が僕らとは違うんだろうなという、もう世界が終わるんでしょうね寝てしまうと、という感じなんでしょうね。へえ、きっとそれぐらい寝るのを拒否しますよ。はあ、じゃあ楽しくてしょうがないんでしょうねきっと。おそらくいいですね、うん、逆にお母さんとは結構すんなり寝ます。あ安心しちゃうんですかね、うんうん、そうなんですね。そして毛利さんもあっという間に時間が来てしまいました。はい、はい、ということで今日は今日はとりあえずのこのグレンモーレンジデュタクの紹介と、あとちょっとしたアイラ島のお話しましたので、はい、アイラの毛利さんと FM 小座ミークでお届けしました。よいしょ。